今日はあっという間でありがとうございました。新潟で J リーグ J1 のスコールを決めることができて本当に良かったです。今回はまだまだ上に多くやっていけると思います。そのためには皆さんと一緒に戦う必要があると思います。まだまだ熱い応援よろしくお願いします。以上、アッピンスペシャル、青川中佐、渡辺ハイネス、おめでとうございます